こんにちは、ちんたらまじゃきの吉田です。本日は奈良県桜井市にございますサンシャインビレッジ A 棟のですね、2階部分 2LDK のご紹介をさせていただきます。早速ね、ご紹介の方をスタートしていくんですけども、広い空間が広がってますね。とってもリビング広々しております。かなり大きいですね。こちらバルコニーになるんですけども、バルコニーの方はこのような雰囲気となっております。日当たりがいいですね。非常に明るくて、こちらね、エアコンなんですけども設備となっております。リビングのすぐ脇にはですね、このような洋室がございます。洋室の大きさはおおむね6畳ほどの大きさだと思います。こちらクローゼットですね。閉めるとこんな感じです。こちらのね、ガラス先ほどご説明、ね、してなかったんですけどもね、ペアガラスを採用しておりまして、合わせガラスになっておりますので、非常に防音効果の高いガラスとなっております。こちら今ね、元気よく動いているのがエアコンです。設備となっております。こちらリビングの中ほどにですね、モニターも設置しております。カラーですのでしっかり顔が見えるタイプです。こちらは収納となっております。リビング収納ですね。すごくあると便利な収納ですね。こちらキッチンになります。キッチンではね、このようなミニカウンターがついて、まあ、冷蔵庫を置いていただくスペース等がこっちになるんで、もう本当に大きく使っていただけるようなキッチンになっていると思います。こちらね、 IH コンロ元からついておりまして、このようなね、汽船とかもすごくおしゃれですね。シンクも大きめでとても使い勝手いいです。給湯器のですね、エアコンもこのような位置についておりますので、でも使い勝手いいですね。こちらの物件、オーブ電化になっておりますので、光熱費的にも非常に助かるような、そんな物件になっております。こちら、シャンプードレッサーですね。はい、洗濯機置き場です。こちらがお風呂場ですね。お風呂の方はね、浴室乾燥機がついて、とても使い勝手いいと思います、こちらも。こちらね、引き戸を開けますと、トイレです。トイレはね、もちろん洋式で、ウォシュレットタイプとなっております。本当に収納が多いですね。こちらにもクローゼットが、ね、このような感じで。一番の多分ポイントはこちらの洋室になると思うんですけどね、ちょっと端っこから見てもらったら分かると思うんですが、かなり大きいんですね、こちらの洋室。何畳ぐらいですかね、もう10畳弱ほどあるような、体感的にはそれぐらいの大きさになりますね。本当に大きめの洋室となっております。こちらにはね、その洋室の大きさに合わせてというか、ね、負けず劣らず、クローゼットもものすごく大きいですね。実際ここ、私半分、壁いっぱいいっぱいでここですのでね、1.5 倍ぐらいありますね、横幅。もう本当にウォークイン、クローゼットではないですけどね、たくさん収納していただけるのは間違いないと思います。壁から壁までですね。非常にこちらの部屋もそうですけれども、綺麗で設備のたくさん入ったおすすめの物件になっておりますので、詳細の方を私どものページで確認いただいて、お早めのご内見お待ちいたしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。